こんばんは。こんばんは、みょん。今日は、唯一の月曜開催でディファーレン長崎戦でした。だけど、背景は山形戦、みょんね。そうなんです。2時間前に運動公園まで行ったんだけど、駐車場なさすぎて、諦めて帰宅しました。観客4000人台でこんなことになるとは。運動公園の駐車場問題も極まってきたね。さてさて、陽性者続出で、緊急事態のロアッソでしたが、スタメンは2名の変更にとどまりました。田代の気迫あふれるセーブと試合後の男泣きには、来るものがあったね。この試合まで無失点がなかったロアッソに、とっては、この試合は大きいものだと思いますね。田代にとってもね。だね。ベンチには初ベンチ入りの宮原、東出、東野、そして、中学生の道脇くん。さすがに道脇くんの出番は来なかったね。同点もしくは負けてたらワンチャンって、感じだったのかもね。試合は 2-0 でロアッソの勝ち。後ろが重い長崎をうまいことプレスではめて、攻撃したね。だね。だけど、ベンチの攻撃陣が多く不在。体力的に厳しくなった60分以降はかなり押し込まれて、しまったのは、反省点。だけどまあ今回はしょうがない。竹本、坂本のシュートもすごかった。阿部の右サイドもフィットしてきた。こんな試合に行けなかったのが、悔しい。雨予報じゃなかったらバイクで行く予定だった。だよねー。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それでは、チャオ。